オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。今回は、ゆうこ先生とやすこ先生をゲストに呼んでいます。こんにちは、ゆうこ先生、やすこ先生。こんにちは、ゆうこです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、やすこです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日は番組宛てに、フランス人とのランデブーについてご相談のお便りが届いていますので、ゆうこ先生とやすこ先生にお答えをいただきたいと思います。ランデブーって聞くと、こうデートの約束っていうイメージがすごく強いんですけれども、今日は一体どんなお悩みか、すごい楽しみですね。はい、あのランデブーって、はい、よくカタカナでランデブーというとちょっとラブラブのものを想像したりされる場合もあるかもしれないんですけど、はい、ランデブーってイコール実はアポイントメント、アポイントを取るということで、例えば歯医者さんの予約をすることもランデブーですし、あ、そうなんですね。はい、友人との約束なんかもランデブーと言ったりします。これはちょっと僕は勘違いしてましたね。完全にデートの約束をランデブーと指すものだと思ってたんですが、では今日は待ち合わせの約束について番組宛てにメッセージが届いておりますので、皆さんぜひ参考にしてください。インタビューの後はワンポイントフランス語レッスンをお届けしていきます。それではお便り紹介からまずは始めていきたいと思います。今回はフランス人とのランデブーについてです。ラジオネーム新田さんからいただきました。こんにちは。今ワーキングホリデーでフランスに住んでいる新田です。番組いつも楽しく聞いています。フランスに来た時は友達が全くいませんでしたが、趣味のテニスをフランスでも続けたところ、テニスを通じて友人が少しずつ増えてきて、フランスでの暮らしが楽しくなってきました。相談したいことがあります。日本が好きだという知人とお茶の約束をしました。誘ったのは彼の方です。一言二言しか顔を合わせたことがない人だったので乗り気ではなかったけど、何かの出会いになればと OK しました。ところが約束の当日になっても集合場所などが不明であったので、その知人に確認したところ、別の予定が入ったとのこと。言い方もちょっと雑で、悪びれた様子も全くなく、謝ってもくれなかったので腹が立ち、別の知人にそのことを話したら、前日などを事前に本当に履行されるのか確認した、してないなら仕方ないと言われて驚愕しました。これは一般的な話か、それとも彼がおかしいのか。まだワーホリ期間は半年あるので、今後の参考として教えてほしいです。日本とフランスは文化が違うといえ、日本人より真面目だと思えるフランス人もいます。時間には必ず遅れてくるのがフランス人のような気がしますが、当日ドタキャンはないんだろうと感じます。今後も楽しみにしています、というメッセージいただきました。新田さん、お手紙ありがとうございました。ありがとうございます。これは私も経験がありますね。未だに時々あります。新田さんもね、大変でしたよね。でもこれはフランスの一つの文化とも言えるんではないでしょうか。そうですよね。全員が全員こういうタイプではないとは思うんですけど、こういう方も一定数いらっしゃいますよね。こういう時はやっぱり前日か数日前に確認をするのが有効的な手段かなと思います。確かに、相手も君も何も言わなかっただろう、場所も決まっていないしと言われれば、まあそれまでですからね。そうなんですね。時間にルーズなフランス人って、もうもちろん全員が全員じゃないんですけど、私南フランスでちょっとした政府機関の研修に出席したんですが、15分前に会場に着いたら、なんと誰もいない。それどころか会場が閉まっていたんですよ。もうちょっとこれは会場を間違えたかと心配になって、まあ警備員に聞いてみると合っているっていうんですね。はい。それで心配になって責任者に電話しようかなと思ったら、約束時間5分前に登場でございます。その後開始時間になってから、やっとみんながのんびりやってきて、コーヒーを飲み談笑。
結局研修開始は20分押しでということになってました。もちろんでも研修そのものはとっても内容が濃くて素晴らしかったんですけれども、まあ、開始時間とか時間前行動とかに考えて言えばちょっとびっくりするような状況でしたね。こうそのあたりは日本とはちょっと違う部分はね、もしかしたらあるかもしれません。ですので最初はこのギャップに戸惑うという方もねいらっしゃるかもしれませんね。ゆうこ先生はどうですか、どんな経験がありますか？そうですね、似たような経験としては私が演劇学校に通っていた頃に舞台の本番の直前まで舞台そのものが出来上がってなくて存在してないっていう状態 で、でみんなでトンテンカンテン結構直前まで作っていて、はい、演出家の方が来てびっくりみたいなことがありました。それで本番の時間もちょっとギリギリ遅れたりもしてしまって、イタリア人系の学校だったのでちょっとラテン色はフランスよりもさらに強かったかもしれないです。何事も確認は必要かなと思います。今回のケースでも誘った方もきっと悪意はないだろうなと思いますので。確かにこうやって思って、ああこういうものなんだという前提で、ね、入っていくと少しストレスもねたまらないかもしれませんし、あとはおっしゃっていただいた確認という部分は大事かもしれませんね。自分もこうして相手に確認するというところであったりだとか、単純にその待つだけではなくってどうすればいいのっていうことを、まあ、やり取り全体をね楽しんでみるのはいいかもしれないですね。そうですね、やっぱり誘った側が全ていろいろ連絡を責任を持ってやるというよりかは、まあ、誘われた側もどうするこう言っていたけどどこに行くといったような、まあ、やり取りも全て楽しんでいくというのが一つなんじゃないかなと思います。いや今安子先生がおっしゃったのがすごく大切かなと思っていて、なんか日本人ってすごく真面目なので全部決めなきゃいけないやらなきゃいけないという感覚があるかもしれないんですけど、今言ってくれたやり取り自体を楽しむっていう考え方を持つと、相手とじゃあどこに行こうかなとか自分は何がしたいかなっていう考えるねきっかけにもなるかもしれませんね。ゆうこ先生はどうですか、他にもフランスでこんな経験があったっていうのはありますか？そうですね、フランスで薬局に朝行ったんですけれども、9時開始なのに9時を過ぎてもお客さんが開店を待っているっていう状態をよく見かけました。おそらく彼らの中では出勤時間がイコール開店時間、開店時間ジャストに行ってもサービスが開始とは限らないっていうことかなとその時感じました。でも終了時間は従業員が帰る時間なので早めにレジが閉まりますし、時間が来ると電気が消されて追い出されるっていうような感じですよね、はい、日本だったらお客さんが帰るまではちょっとは待ってくれそうな気がしますけど、ちょっとそのあたりは日本とフランスでは時間の感覚が違うのかなと思います。これはまあどっちが正解っていうのはきっとないと思うんですよね。フランス人は自分の時間をもしかしたら大切にしているという価値観かもしれませんし、まあ、日本はできるだけね、お客さんにこういろいろサービスを受けてほしいっていう思いがもしかしたらあるのかもしれませんし、多分これもどっちが正解というわけではないんですが、お互いのこの価値観を知っておくっていうことはね、大切だと思いますし、やっぱり安子先生感覚は結構違うものですか？そうですね、今ゆうこ先生がおっしゃったみたいに、まあ日本人との時間の感覚はかなり違うと思っておりまして、特にバカンスの時はもう本当に約束時間に来ないとか、約束の時間に電話してみたら寝ていたとか、やっぱこれは来れないとかっていうのはまあ日常茶飯事ですね。もちろんこれはまあバカンスの時っていう話なんですけど、まあだから待ちぼうけを食らわないように、まあ、前日とか同日の朝などにまあ一応確認のメッセージとかをすると、まあ私たちもほぼ安心というか、でまあ返事がなければ、はい、まあ返事を待ってるので連絡してねーと自分も行かないという策も練れて、自分の時間も無駄にしない、イライラしないということもあるかなと思います。うん。なんというか、オフの時間は特に縛られないで、まあ、大体の時間という括りでいるという気持ちも、まあ、フランスっぽいかなというふうには感じますね。そうですね、この感覚はちょっとやっぱり日本人の人って結構早めに着いたりとか先に待っていたりっていうことがねもしかしたら多いので、そうなるといざフランスに行った時に同じ感覚で時間を
使っていくと、ちょっとなんで自分だけって思う人はね、もしかしたらいるかもしれませんね。このあたりはどうですか、優子先生は。そうですね、日本の5分前行動ということとまた違ってくるので、はい、肩の力は抜けるとは思うんですけれども、まあ、あの日本に戻られた時に同じことをしてしまうと、友人をなくし、まあ、なくすまではいかないけれども、はい、友人にちょっと驚かれたりするかもしれないので、あのご注意くださいですね。でも、はい、日本に長く住んだことがあるフランス人の方なんかは時間前に来たりするので、まあバランス感覚ですかね。こうすべしっていう対策は一括りではないと思うので、この方は時間が緩い方なんだなとか、前日には連絡しておこうとか、この方はじゃあ一度した約束を必ず守る人だなとか、人によってどうするかっていうのが臨機応変に考える方がいいんじゃないかなと思います。これはやっぱり日本でもね、きっと同じだと思いますね。人を見て、じゃあどういうふうに行動していけばいいのかってことを考える。でフランス人の感覚に自分がうまく合ってきたりだとか、今言った通り日本に住んだ経験のあるフランス人だとね、やっぱりまた感覚が違ったりすると思いますので、全部を同じくくりにするのではなくって、この人はこういう人、私はこういう感覚っていうのをちゃんとすり合わせをすることが大切ですね。そうか、安子先生もいろんな経験っていうのがそしたらあるんじゃないですか、フランスに長く住んでると。そうですよね、フランスに長く住むと、まあ、日本人も時間の感覚が変わってしまうんですよ。例えばこの自分の家に人を呼ぶときにも、最初は18時集合だからやっぱりホスト的には17時半にはきちんと完璧に準備して皆さんをお迎えしなきゃとこう気張ってたんですけれども、実はまあ来る人も時間きっかりに来る人はかなり稀ですよね、ゆうこさん。そうですよね。へえ。さらにちょっと遅れるねとか連絡もよほどのことがない限り、まあ普通に遅れてきても、遅れてごめんねっていうよりかはこんばんはと普通に来ますし、まあなので、まあこちらも、まあ少々準備が終わってなくても、まあ逆に早く来た人がちょっと手伝ってくれたりとかするくらいの、まあ緩さはすごくあるかなと感じています。なので大体の時間で、まあ緩くなってしまいますが、実はこれ日本に帰ると約束の5分前などに、ごめん5分遅れると友人から連絡が来て、もう新鮮な驚きを感じました。あ、そうだこの感覚だったなとか。そうですね、本当にこう住む場所が違ったりとか、まあ誰とコミュニケーションを取るかによって本当にこの感覚の部分はね、変わってくるところはあると思いますし、逆になのであんまりこう深刻に悩まずに、いろんな人とねちゃんと向き合って、この人はこういう人ってことをね分かっていくといいかもしれないですね。まあでもやっぱりね、時間遅れたらちょっとこうストレスが溜まってきたりっていうのはね、優子先生どうしてもしてしまう部分はありますよね。そうですね、もちろん日本でも約束の時間に遅れる方もいますし、日本の文化フランスの文化の違いにあまり腹を立てるというよりは、一つの文化の形として受け止めれたらいいんじゃないかなと思います。今回の新田さんのお友達は自分を誘ってくれたとポジティブに受け入れて、この方は確認が必要なんだなと考えた方がいいですよね。そうですね、優子先生がね今言っていただいた通り、捉え方をポジティブに考えていくっていうのも一つの方法かもしれないですね。安子先生はどうですか、どんな風にこう対策とか考え方持ったりしてますか。はい、私はまあ基本は待ちたくないので必ず前日確認はしますね。あ、でもこの件もまたフランスあるあるが長くなってしまうので、はい、今日のまとめとしては、まあ、時間の感覚の差はかなりあります。フランスあるあるです。でも先ほどゆうこさんがおっしゃったみたいに、ポジティブに捉えるということが、この堅苦しくないラテンのノリがいいと思っていただければなと思います。新田さん、今日はお手紙ありがとうございます。はい、新田さん、今日はですね、貴重なお手紙をありがとうございました。今回お話しした内容が少しでも参考になればと思います。やっぱり国によって感覚が違うのは事実。その中で自分はこの価値観、でも相手はこの価値観、
そして今はフランスにいる、今は日本にいる、まあ、そうした環境の変化を楽しみながら今起こっている出来事をポジティブに受け止めて、フランスだったら前日の確認をちゃんとする、そうした形でですね、ぜひストレスをためない生活を楽しんでいただければと思います。ワーホリ期間が残り半年あるということですから、今回の話を聞いて残りの半年間ぜひ有意義なものにしてください。今日は優子先生と安子先生にお話も伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ワンポイントフランス語レッスン、皆さんこんにちは、アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーではアンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。本日はフランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第1課より、挨拶表現を使うときにぜひ気をつけてもらいたい点についてお話しします。ご機嫌いかがですかという意味のフランス語は、学習者でなくても一度は聞いたことがあるフレーズですよね。何と言うでしょうか。その通り、Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? とカタカナ読みにならないよう発音に気をつけましょうね。さて、この質問 Comment allez-vous? に対する最も適切な肯定の返事は何でしょうか。そうですね、 Je vais bien. Je vais bien.なぜかというと、質問の Comment allez-vous? に行くという意味の動詞 Allez が入っているので、質問に答えるときは同じ動詞を使って Je vais bien というのが自然です。では Comment ça va? Comment ça va? という質問にはどう答えますか。その通り、質問と同じ主語動詞を使って、例えばサバビアン、サバビアンと言います。このように短い挨拶一つをとっても、質問で使われている動詞や文型に気をつけ、同じものを用いて返すことがより自然ですので、初心者はもちろん中級以上の方もぜひこの点を意識してくださいね。このようにアンサンブル・アン・フランセの自習用教材フランス語ビデオ講座の文法解説編第1課では、挨拶表現について使い方や発音のポイントまで詳しく解説されています。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートします。ご興味がある方はぜひフランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいね。それではまた、アビアントー。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。